こんにちは。今日発表されてましたけど、BS 東急さんのイベントで審査員特別賞をなんとかなんとかいただくことができました。皆さんありがとうございました。本当に良かったです。良かったよ、ありがとうございます。コリ、ありがとう。いつだっけ、面接的なやつ。ドキドキだまだまだ先ですけど、最終面接は ドキドキだ。ちょっとカレンダーに入れとこう、ちゃんとカレンダーに入れとこう。入れましたもう忘れないように入れた。ですね。ヒーヒーヒーだ。ヒーヒーヒーだ。良かったです。皆さんもありがとうございました。もう本当にもう一次審査合格ってことですね。これは一次審査合格だ。はあ、なんかもうすでに、あ、いちさんだるまありがとうございます。アイスカフェさんもかわいい、ありがとう。はあ、いやもう頑張ってない、もう本当に何も頑張ってない。私はもう何も頑張ってないです。皆さんです、頑張ってくれたのは。
え、な、待って、なんで、待って、テロップ何書いてんの私。心斎橋、え、なんで心斎橋なんだろう、意味わかんないね。え、なんで心斎橋なんだろう、意味わかんないね。多分最終審査、最終審査ありがとう、な、なんて書こうとしたんだっけ。最終審査、意味わかんない、何書いてんだろう私。ちょっと待って、また間違えた。あ、そうだ、審査員賞って書こうとしたんだ。なんで審査員って書いたんだろう。審査員特別賞、ありがとうございます。これだ、これ、これを書きたかったんや。ツインピーマンさん、コンプリートありがとう。これを書きたかったんや。コスプレ、ダンス、ライブもいろいろあって楽しかったよ。本当？よかった。いやでも本当に、特に私は何もしてない、マジで。何にも、何にもしてないです。もう。もはや何にもしてない本当に皆さんの応援のおかげですね、本当に。こればかりは、こればかりはもうリランチュのみんなのおかげです。本当にありがとうございます。審査員特別賞ね、何やるんだろう、なんか来てた気がするけど、何やるんだろうね。これからは見守るしか、まあそうですよね、これからは私にしかもうできないやつですよね。ちょっとなんか届いてたから見てみるね。なんだと、できない、できない、ちょっとメール、なんでだろう、できない、にょん、うん、パスワードなんですか。え、パスワード何？え、めんどくさー。
今週もそのイベしてるみたい。そうなんだ。あれだよね、別のなんかリポーターみたいなやつだよね。なんかメールアドレス Google のなんか作んないといけないっぽいですね、これは。なんかできそう。ん？どうやこの。権限が必要です。開けないんだけど。開けなかった。権限が必要らしい。どうすればいいんだろう。これ送んないと最終審査いけない。ホームのオーナー、権限が必要ですって出てきちゃった。なんかこの最終審査に行くにあたってなんか書くやつがあるんですけど、それがアクセスできなくて、権限が必要らしい。権限が必要らしい。メール送った方がいいね、これは。メール送ってみよう。うるさ。なんて送ればいいんかな。 Google ドライブだろ。 Google ドライブ、 Google ドライブ、 Google ドライブじゃないよ。Google フォームじゃなくて、見てほら、権限が必要ですだって。開けへん。メール売ってるナウ。
持ってるよ。やばい。感情だ。できないんだろう。にゃーん。とりあえず問い合わせした。とりあえずね、まだ期限は全然あるからいいんですけど、怖いんで問い合わせしました。まあこれで届くであろう。なあ、まあ一安心、一安心だ。今見る昨夜ソファ、いやもう最近ソファーで寝てない。もう肌荒れるからソファーで寝てない。昨日もちゃんとベッドで寝ましたよ。でも最近はもうね、やることないからすぐお家帰ったらお風呂入って、なんか1時間くらいテレビ見てベッド行ってます。ちゃんとベッドで寝てる毎日。最近ソファーで寝てない。ショールームイベント終わってからずっとベッドで寝てます。今日もベッドで寝ます。いや本日親に怒られたんで、親に怒られたのと、もう最近はちゃんと寝なきゃなって思って寝てる、ちゃんと寝てます。ベッドで長文 LINE 来てました。いや夜になるとね、なんて言うんだろう、寝ようと思えば全然寝れるんですけど、わざと寝て、わざと寝、もうわざとと言ったらもうおかしいけど、まあ、わざと寝てない。夜に関しては、こんにちは、私の名前はイマン・アキットです。私はマレーシアのファンです。おー、 Thank you so very much。
昨日か一昨日かもうなんかどっかの国のファンですみたいな方来てましたよね。マレーシアだったっけ。なんか来てた気がしますけど。インドネシアだっけ。こんにちは。なんかどっか来てましたよね。マレーシア。だからなんか一曲歌を今のうちに、どうせ後でラジオ配信にするから今でなんか歌っとこう。あ、っていうかさ、私のプロフィール見てください。 SNS をまとめました。 SNS まとめた。なんかいろいろ Instagram, Twitter, 755, TikTok とりあえずね、これからあのいろいろまた付け足しますけど、なんかファンクラブの URL とかなんか自己紹介文的なの付け足すけど、とりあえずは SNS 関連だけをプロフィールの方に載っけたんで、飛べるのかな。すぐこんばんは初見さん。わかんない、すぐに飛べるのかわかんないですけど、一応とりあえずそうね、4つ設定しました。数字全角。あ、飛べるね。あ、飛べる。URL ポチったら飛べるので、飛んでみてください。こんにちは。まだなんか各 SNS なんかフォローしてないよみたいな方がいたら、フォローしてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。インスタはね、もう少しでインスタグラムの方は1000人いきそうなんですよ。インスタはもうちょいで1000人いきそうなので、フォローしてください。いや本当は2月中に1000人いきたかったんだけど無理だったんで。あと13人で1000人なの。だから今778人見てくれてるじゃん、私のショールーム。だからその778人の、まあ多分300人くらいはきっとあのインスタグラムフォローしてくれてると思うからそのうちの1000人ぐらい、でも違えた、13人の方がもうフォローしてくれればもう1000人いくから。ぜひインスタまだ登録フォローしてないよって方はしてくれるとめちゃめちゃ嬉しいです。
ろしくお願いします。あ、もちろんインスタもそうですけど、ツイッターとか他のアカウントも、なんかね、ツイッターも日に日にフォロワーが減ってってるので日に日にフォロワーが減ってってるので、フォローしてくれると嬉しいですね。てか今日ひな祭りだってよ。ひな祭りって何するの？ひな祭りって何するの？減る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 。ひな祭りって何するの？ひなあられ食べる？とりあえず、とりあえずひなあられとか食べるんかな。女の子の日って言うけど、何する日なんだろう。ちらし寿司？調べてみよう。ひな祭り何するの？ひな祭りとはひな人形を飾ったり、桃の花を見ながら女の子の健やかな成長を願うお祝いの日です。ショールームの人から、設定が間違えてたんだって。ひな祭りのために用意したご飯を食べて、家族や親戚とお話をして一日を過ごします。毎年お祭りを行わぬ家庭もあれば、生まれて初めての初節句だけという家庭もあるでしょう。これひな祭りのために用意したご飯を食べるのがひな祭りってことかな。そもそもひな祭りが桃の節句と言われるのは旧暦の3月3日が桃の時期だったからです。だって、だから今日は女の子の健やかな成長と健康を願う日だって。だってよ。みんなだから今日は女の子の健やかな成長を願う日よ。願う日よ。ランディまだ成長するんじゃないですか。いろんな意味で成長すると思うよ。いろんな意味で、ラリーまだまだ成長していきます。インスタフォローしました。え、本当に？やった、嬉しい、ありがとうございます。本当だ、え、すごくない？私の何、え、私の10倍ぐらいフォロワーいるんですけど。すごっ、あと12人だ、あと12人。
おめでとう、ありがとうございます。最近もう口色がカシャカシャになってきた。うまい。リップリップ。ツヤがないですね、今私の口。なんか歌おう。何歌うかね。何がいいかね。何がいい？何歌いますかね。涙のサプライズ？涙サプライズってこと？じゃあ涙サプライズだけとりあえず今日は1曲歌います。今日はハッピーだね。そうだね。いくよ。締めおめでとう、最後にもう一回おめでとう。お誕生日おめでとう。誰の誕生日ですかっていう感じですけど。ということで涙サプライズでした。あと今日3日でしょ。まだ先ね。まだ先ね。まだよ、まだ。まだですよ。
しみだ、20歳。趣味だ。皆さんにね、今月だよね、だって分かるの。あー、ちゃんとねレギュラー番組決まりましたって言いたいなんとレギュラー番組決まりましたって言えたらめちゃめちゃかっこよくないですかめちゃんこかっこよい。言ってほしい、言いたい、言えるようになりたい何ができる？できるといいけどね。なんだっけね、旅に行きたい旅したい、旅。昨日の夜ご飯はね、何食べたっけな、茶碗蒸しと、チャーハンと、チキン食べた。茶碗蒸しとチャーハンとチキン食べました昨日。箱根？箱根ってどこだっけ？長野だっけ？どこだっけ？あー、こうね、神奈川か神奈川か箱根って遠いね、こっから遠いね。あっちも行きたい、鎌倉。鎌倉はどこだっけ？鎌倉は箱根よりももうちょっと手前か。もうちょい手前か。鎌倉いいな、江ノ島もいいな。新宿から一本だ。え、鎌倉？箱根？新宿。あ、本当だ。鎌倉一本だ。箱根も？ロマンスカーって何？え、でも箱根一本じゃなくないですか？物によるのかな。私が見てるのは絶対一回乗り換え必要なんだけど。電車じゃない？靴下ら。うん？箱根駅ってないんだね。え、絶対一回乗り換えしなきゃいけないけど。箱根湯本ってとこで降りるの？
かなかするのね。なかなか箱根まで2500円ぐらいかかるんですね。夜行バスでなんかどっか遠いとこ行きたい。マジで。マジで。汚いね、ごめんなさい。いいなぁ、行きたい。なんか自然に触れたい今すごく。なんでかわかんないけど自然に触れたいな今。うん、あ待って、めっちゃ栃木行きたいんだよな私。箱根よりかも栃木行きたい。ずっと行ってる気がする栃木。へえ、浅草から一本なんだ日光って。調べよう。マジでもううっかり自分の住んでるところ本当に言いそうになる。やだ怖い怖い怖い。あ、新宿自分の家から何分くらいだなとかマジで言いそうになる。怖い、やだ。え、1本じゃなくない浅草から。1回乗り換えるけど0回なんてないけど。あ、あるあるっちゃある、あるっちゃあるね。ごめん、ありました。やばい、言いたいけど言えねえわ。言いたいけど言えない。言わないけど言いたいけど言えない。言わないけどさ、1回くらい乗り換えしで。ロマンスカーって何？調べるわ。ロマンスカーって小田急のこと？なんかロマンスカーっていう車かと思った。かっこいいね、弟が好きそう。うーん、うわガチで日光行きたい。ガチで日光行きたい。うわー行こうかな土日。うわー土日行けないわ、予定入れちゃったんだ。ダメだ、来週の土日日光行こうかな。結構ガチで、結構ガチで来週の土日行こうかな。餃子食べて一人で行くの悲しい。一人で行くの寂しいけどな。一泊二日で行ってこようかな。ん？華厳何？華厳キヌ？来週の天気見よう。結構行く気満々の人なんですけど私。来週の天気見よう。え、来週の土曜日19度じゃん最高気温。
うわ、行こうかな、行こうかな、行っちゃう行っちゃう、一人で。日光ホテル、でもな、手ぶらで行きたいな、なんかキャリーバッグガラガラして行きたくない、どうしよう。でもな、同じ服着たくないしな、どうしよう。まあ5000円ぐらいあれば泊まれますね。リュックも持ちたくないの。私がいつも持ってるあのバッグがあるんだけど、それ1個で行きたい。まあ洗濯すればいいんかな。コインランドリーあるよね、ホテルの中に。待って、ガチで行こうか悩む。ガチで行こうか悩む。ダイヤ改正、ちょっと考えよう。結構真面目に考える。めっちゃいい、めっちゃいいじゃん、ここ。何ここ。行きたい行きたいけど、一人で行くのがなんかちょっと嫌だ。まあでも一人だよな。なんかツアーで行きたいな、ツアー。ツアー、ありがとうございます、花束よしさん。いや、一人で行く、行く人いない、あの栃木バスツアー。日帰りか、泊まりたいんですけど、一泊二日バスツアーとかないですか。地域関東栃木、違う、東京関東栃木。ガチで調べてるクラブツーリズムで。日帰りか、うわー、4月かよ、5月かよ、9月。待って、ないの。直近でないんだけど。4月ばっか。4月ばっか。年条件変更。
私バスツアー好きなんだよね。おばあちゃんとめちゃめちゃバスツアー行ってたね。えばあちゃん見てるか知らんけど。ツアー検索。あーこれはこれはダメだ。うん、やっぱ一人で電車乗っていくしかないかな。いいけどさ、乗り過ごした時がめんどくさいんだよな。計画性がマジで皆無すぎて、計画性ないからな、大丈夫かな計画しないとですよね、それはちゃんと。そこに関してはちゃんと計画を立てなきゃだね。丸ごと日光フリーパス、なんだそりゃ。なんか買ったらどこまでも行けますよ的な。東武鉄道丸ごと日光フリーパス開かん。青春切符、青春切符よく聞くけど、青春切符って何ですか。丸ごと日光東武フリーパス、温泉あんの。これどういうあれで買うの、この丸ごとフリーパス。丸ごとフリーパス買った方がいいのこれ。丸ごとフリーパスって1日限定、1日限り。有効期限4日間ってあるけど、どういうことだろう。わかんないわかんないから一旦放置。チョコ食べます。あ落ちてきちゃった。うわマジで考えよう。来週の土日、来週の土日ガチで栃木行くか考えよう。
まだ寒いよ。寒くてもいいよもう。ここ今13度。栃木8度。来週の栃木の最高気温16度。日光日光は14度、最高気温。まあまあじゃない、今の東京くらいじゃない。沖縄19度なんだけど、やばい。そろそろラジオ配信しよう。ちょっと宮崎さん、やることがいっぱいあるんですよ。だからおしゃべりは普通にするけど、ラジオにします。本当に行きたい。写真の人はランディです。よし、やるかやるかやるか。ちゃんとコメント見てるよ。栃木はもうまだあったかいわけではないっぽい。東京と同じくらい。いや、洗濯畳が大量にあんの。洗濯畳をします。とりあえず乾いてるよね。寒いな今日。寒寒、日光の山の上はもっと寒い。でもさ、マイナスとかじゃないから大丈夫よ。私結構でもマイナスでも大丈夫だった。マイナスでも生きられてたよ。東京がマイナスだった日多少あったよね。東京がマイナスだった日。生きられてた気がする。てか洗濯物乾いてないし。乾いてないし洗濯物。こんなに隙間もなくやってたら乾かないか。
まだいつまで長袖着てるんだろう。5月ってさ、6月まで長袖着てるんかな。6月まで長袖着てるんですかね。何月くらいまで長袖着てるんだろう。え、日光駅から移動手段？バスとか電車とかじゃない？バス電車になると思われますよ。私免許持ってないんで。乾いてるかこれとか。いやちょっと寒いからやっぱ暖房つけよう。日光駅から電車乗ったら東京戻るべ。そうなの。え、タクシー乗りたくない。観光客ってバレるじゃん。乗りたくないな。だからバスツアーで行きたかったんですよ。バスツアーいろんなとこ行けるじゃん。でもなんか日帰りが多かったし、なんか日程なさげだったし、バスツアー。ダメじゃん。バスツアー便利でしょ。おばあちゃんとバスツアー行くのが本当に好きだったの。コロナが収まったらね、おばあちゃんとね、私は海外に行くつもりでいる。海外旅行をねするつもりでいるの、バーバーと。なんか私が高校合格、もう本当に私の高校合格、その卒業した高校を合格することってマジで絶望的だったの。本当にもうあんたには合格できないよって、もういろんな家族から言われてた。もう合格できるよなんて言ってる人なんて一人もいなかったぐらい、本当にやめた方がいいよって言われてたんですよ。受けるのもう絶対違う、もうレベル落とした方がいいよって言われ続けてたんですけど、いや偏差値高いっていうか、自称進学校だからね、私が言ってたところ。なんか本当にやめた方がいいよねみたいなことを話してたけど、友達と。マジ自称進学校っていうの本当にやめた方がいいよっていう話とかしてたりしてたんですけど、当時偏差値は高くないの。なんかね、バスケが強かったりとか、なんか結構スポーツが結構盛んだった気がする。盛んだったんですよ。そう、それでね、調べんなって。もっと高い気するけどね。でも自称進学校だから。でも本当にスポーツが強くて、なんか私が受けた時はなんか何人くらいだったかな、なんか6、70人くらいは落ちる感じだったの、私が受けた時はね。6、70人落ちるって相当じゃない？そう、だからマジで受けない方がいいよって言われてたの。もう本当に変えた方がいいって言われてたんだけど、でも私はそこの制服がすごい好きだったんですよ。好きだったし、
絶対もうなんか私天の弱だからやめた方がいいよなんて言われたら余計心に火がついてしまうんですよ。もう絶対絶対行ってやるみたいな、もう悔しい悔しい、めちゃ天の弱ですよ私、めんどくさいと思うよ。だからもう何クソの精神で、いやもう絶対リラ行くからって言って、そう、ね、もう 何が何でも言ってやると思ってた本当に。にゃー、間違えた間違えた。でじゃあおばあちゃんがじゃあ高校合格したらなんか2人でどっか旅行に行こうっていうのを言ってくれて、そう、それでね、全然行けてないんですけど、コロナ禍とかもあったりとか、まあ、私が週末東京行ったりとかでゆっくりできる時間がなくて、まだ行けてないんですよ、その高校合格祝い旅行が。だからもう早く収まってくれよって感じなの、コロナっち。コロナッチ早く収まってちょうだいっていうランリーからのお願い、コロナ早く収まれ。もう海外あんま行きたいとこないけど、なんかおばあちゃんとだからそれこそゆっくりしたいですね。ゆっくり過ごしたい。反骨精神、いやもうほんとそれ、多分私のことを心配してくれてやめた方がいいよって言ってたと思うんですけど、それがもう逆効果だったね。あの家族の皆さん逆効果でした。まあ合格したからいいんですけど、もう合格したんでオールオッケーなんですけれども、とにかくやめた方がいいって言われたのがマジでムカついたね。コロナッチたまごっちみたいな、そう本当にムカついた。真面目にムカつきました。そうなんです、そういうことがあったんです。でも入学してみたらなんか全然自分が思ったところと違くて、なんかあんなに頑張ったのは何だったんだろうってちょっとしょんぼりしたっていうのは内緒。まあ隣の芝生は多いってやつですね。でも絶対ランクは下げたくなかったの、高校の絶対。いやなんか誰でも入れるところがあったの、1個下げればもう適当に勉強してれば入れるみたいなところがあったんですけど、もうそこだけには絶対行きたくなかった。だからありえないぐらい、1ヶ月でありえないくらい勉強したね。本当に1ヶ月くらい、1月、うん、2月くらいから本気出し始めた、受験中3の時。やばくない？2月から勉強するってやばいですよね、受験勉強。でもなんとか合格できたの。だからもう私もうその気になればもうどこの大学でも合格できるかも。あ、それは言い過ぎか、やばい、それはあかんね。もう本当に2月ぐらいから真面目に勉強し始めたね。もう受験勉強とかやりたくないよ。
もうコリゴリ、受験はコリゴリ。いやグレてないですよ私。 ある意味グレてたかもね。でも一般的なヤンキーグレみたいなのはなかった。違う意味でグレてました。でもね意外とね勉強しかしてなかった時案外楽しかったではあるかも。でも意外と楽しかった。なんかこうテストでこの問題が解けた時とかがすっごい楽しくて、なんか勉強って楽しいんだなって思った。いや私記憶力だけはいいの本当に。特技記憶力が良いことくらい。いや本当に特技記憶力がいいことって言いたいね。記憶力だけは本当にいいの。だからもう暗記だよね。もう暗記全部暗記してた。このだからなんか私数学得意なんですよ多分。数字ばっか覚えてたから 1.253.253.75.0.25 とかなんか何点何号とかなんか 2.3 とかもうなんか数字ばっかりこう数字が身近にあるみたいなところにいたから、なんかねそう多分それでね暗記がね多分特技になってきたんかも。なんかだからその気になればもう何でもできるきっと。私理系って言われてた。で文系ではないね。英語大っ嫌いだし国語もまあまあひどかったし、数学は好きだったすごく。いやでも数学好きだったのは先生のおかげがあるかもしれない。高1の時の数学の先生が男性の先生だったんですけど、名前忘れちゃったんだけど、めっちゃめちゃ教え方がすごい上手かったの。すっごいなんか初めて先生でなんかこんな分かりやすい授業をしてくれるんだってちょっと衝撃受けたくらい、その先生すっごい教えてくれる教え方がなんかもうスマート、なんていうの、なんか難しいな、なんか余計なことを一切言わない。もうなんか分かりやすかったの。とにかく分かりやすくて本当にスマートに教えてくれてたし、なんかその先生のおかげで数学をやるのがすごい好きになったの。何先生だったかな、もう忘れちゃった。顔は思い浮かぶけど、だから 毎日数学の時間だけものすごい楽しかった。数学マジで好きだったね。ありがとうございます。無事に審査員特別賞いただきました。本当に数学だけはできた。なんでこんな話になったんだろう。とにかく旅行に行きたい、それだけです。なんかみんなキンキンで旅行とか行きました？行ってないか。
記憶力がいいって話か。あ、記憶力がいいって話か。数学はだんだん難しくなってきたの、微分積分とか。でもまた証明とか大っ嫌いだった。証明してくださいみたいなやつ、証明だけはできなかったね。なかなか、あ、行く暇がない、忙しいんですね。これは失礼しました。旅行は自然のあるところ行きたい。あ、富士山いいな。マジバスツアー行きたい本当に。バスツアーに行きたいな。よいしょ。ちょっとベランダ行ってくるね。プチキャンプ、キャンプか。キャンプはちょっとダンディーダメです。キャンプはリラ。キャンプ一回やったことあるんだよね、ちっちゃい時に。小学校3年生ぐらいの時にキャンプやったことあるんだけど、キャンプはダメだったリラ。キャンプはマジで帰りたかった、無理だった。でもさ、聞いてください、聞いてくださいっていうか、なんかキャンプって、沖縄のキャンプって海なんですよ。海でやるのがキャンプなんだけど、沖縄だけなんだね海でキャンプやるのって。なんか最近その話してたの、キャンプの話を。で、沖縄ってキャンプ海でやるんでしょって言われて、え、海じゃないんですかキャンプってみたいな。私キャンプって海でやるものだと思ってるんですけどって言ったら、キャンプ海でやるの沖縄くらいだよみたいなこと言ってて、え、そうなんですかみたいな。逆にキャンプってどこでやんの、山？山なんかキャンプって。山か。マジ海でキャンプはマジで私は超憂鬱でした。二度と行きたくないって思った。本当に失礼ながら。もう暑いし、夏だったのね。暑いし、暑いし、
暑いしもあっめっちゃむんみんむんめっちゃ虫の音するし、すごい憂鬱だった。キャンプね、なんかあとなんか寝るところがダメだった、テントがダメだった、もうなんか地面で寝れなかった。私はキャンプね、まあ、山キャンプね、わかんない。でも本当にそのキャンプやったんが小3とかの時だから10年前、10年前だからどうだろう、わかんない。今現在やってみてもしかしたら楽しいってなるかもしれない。ハンモックはいいよ、ハンモックは良い。けどどうなんだろうね、分かんない。もう未知です、未知。まあ今やったらもしかしたら楽しいってなるかもしれない、可能性もあるかもね。でも山キャンプなんだ普通は。普通は山キャンなんだね。いや無人島？でもなんか一周回って無人島とかは行ってみたいかも。回ってね、なんか無人島から脱出するさ番組あるじゃないですか、冒険少年みたいなやつ、あれとかすごいなんか楽しそうって思うけどね。どうなんだろう、わかんない。グランピングって何？聞いたことある。あ、そうそう、イカダみたいなの作って脱出するやつ、グランピング。
グランピングキャンプ、グランピングってのは楽しそうね。なんかありがとうございます。泳ぎもう25メートルくらいは泳げるよ。25メートルくらいは全然泳げる。クロール、クロールで泳げます。25メートルくらいはね。洗濯物が終わってないけど終わったことにしよう。ファブリーズシュッシュします。沖縄でも泳いだ記憶ない。沖縄の人ってあんま泳がないからな。ファブリーズってさ思うんだけどさ、意味あんのかな。なんかとりあえずやっとけって感じでファブリーズってやってるけど、ファブリーズって意味あんのかね、やる意味。意味ある、意味あるならいいけど全然。
まあ、ファブリーズ業者しました。除菌？除菌作用？ファブリーズ？除菌してきたよ。次はトイレ掃除。トイレの女神様を掃除します。配信みたいなやつ。定期的にトイレ掃除をやります。結構掃除しますよ。なんか変なところ、大型って変なとこ綺麗好きなんで。いや、トイレ掃除って言わなければよかった。お掃除してます。お掃除配信。ミラがお掃除してるのに、ただみんなを付き合わせてる配信です。これはじゃないし、もなんかスイッチ入るとすごい何でもかんでもやっちゃうんだけどね。私もうスイッチ入るまでがえらい遅いので困っちゃうね。いや、もう三角折りとかしない。三角折りしてるの見ると気持ち悪くなっちゃう。私完了。完了完了。あとはテーブルの上片付けないと。悲惨悲惨。よし、テーブルの上が汚くはないですよ。別に配信終わったら掃除機かけてもうすっきりだね。すっきり。
トイレにはそれはすぐは綺麗な女神様がいるんやで、だから毎日綺麗にしたら女神様みたいにベビーさんになれるんやでっていう歌すごい流行りましたよね。一時期みんなずっと歌ってなかった。トイレにはって。変なとこ綺麗好きなだけです。でも基本的にはそんな綺麗好きじゃない。変なとこがおかしいだけ。変なの本当に変なとこだけ。几帳面だし、変なとこだけ潔癖。なんか肌につくものに関しては基本的にちょっと神経質かもしれない。こう肌が弱いから、だから例えばタオルとかまんま外干ししたくないとかなるし、なんかこうとか、だからベッドとかでも寝れないし、お風呂入れないと。変なところがすごい潔癖なだけです。そんな潔癖ではない。全然洗い物1週間放置しちゃったりとかするし、なんか身につけるもの、洗濯物とかも絶対、でも絶対洗剤2回入れないと気が済まない。これはもう親から受け継いでる。これは親も絶対的に洗剤2回入れるんですよ、私の親。なんか洗剤2回入れないとなんかやり直しになるの、洗濯が。1回じゃ嫌みたいな。私1回せっかく干したのに洗剤1回しか入れてないっていう理由でもう1回やり直したことがあるくらい。その洗剤を2杯入れないといけないルールがあるんですよ。それで私もそれが影響しちゃって、絶対2回入れますね、私も洗剤。謎の影響受けてる。ら辺のところなんか癖強いのかな。この前看護み3週間分くらい貯めた。大丈夫、私2ヶ月くらい貯めたことある。ていうかカンカンあんま使わないからあれだけどさ、缶というか私ペットボトル貯めがちですね。なんか一応ちゃんと洗剤入れコーナーみたいなとこがあるから、洗濯機。何十年前の洗剤、どういうこと。無香料なの私の使ってる洗剤だから、もう全然わかんない。あのすすげきれいでやっぱすすげきれてないとか全然わかんないけど、 とりあえず誰か私に用でもありますか。
何十年前の宣伝って何？なんかさ、本当はさ、ポンってあの入れるだけでいいみたいな洗剤あるじゃないですか。本当はそれとか使いたいんだけどさ、なんかあれだとさ、どうしても少なく感じてしまうの、足りなくねみたいな感じてしまうんですよ、どうしても。だからはすごい入れてしまいますね。変なとこだけちょっと潔癖が入ってるかもしれないですね。でも潔癖と思われたくない、なんか難しい人と思われ、わかんない、私が思う潔癖な人ってとてもとても難しい人ってイメージがあるんですよ。難しい人のイメージがあるから、わかんない、私の偏見かもしれないけど、だからあんまりなんか潔癖って思われたくないな。でもさ、粉だとさあれだよね、すぐダマになってやばいよね。一回粉洗剤使ってたことあるけど、粉はもうダメだったね。粉使った時にはもう あ、そう、もうこだわりが強いんです、自分のことになっちゃうと。もう粉は使わない。そう、こだわりがえぐいの多分私。うざい、うるさい本当に。なんか人絡んでると別に人に任すんだけど、自分のことになっちゃうとうるさいんで本当に。なんだかそんなもん、ね、自分のことになるとね、そう、あんま妥協したくないですよね。びっくりした。冬って溶けないんだ。まあでも確か冬使ってた時溶けた記憶ない。またこの溶けてないじゃんってなってた記憶ある。確かに確かに記憶あるかもしれない。あーでもね、粉の方が洗浄力は高いって言いますよね。ねえ、でもなんかどっちもなんかさ、いいところもあればデメリットもあるから難しいよね。ちなみに皆さんは何使ってるんですか？私は液体だけど。ランリーは液体洗剤ですけど、なんか耳めっちゃ熱いんだけど、なんだろう。みんなは何使っておるんかい？ニュービーズー。
でも私もいろんな洗剤使ってきたけど、なんかもう一周回って無香料に落ち着いてるからね。なんかあと私の柔軟剤ブーム多分そろそろ終わりますね。一周回ってもうあの匂い同じじゃないと無理って気づいたから、香水に戻すと思う。まあな、柔軟剤買うとアホみたいに高かったからな。でも液体の人が多いかね。あ、粉の 3X アタック液体か。私アリエル派だった、ずっと。家がアリエールかナノックスだったんですよ。だからアリエール派だったけど、今でもアリエール好きだけど、今は無香料使ってますね。大昔は川で洗濯、どんぶらこどんぶらこってやつじゃん。おじいさんは川へなんちゃらに、おばあさんは川へなんちゃらに。ってやつだね。アリエル手屋干しいいの？部屋干し、あた、うん？ありえ、うん？あ、ありえるが部屋干しいいのか。でもナノックスも部屋干しできるよね。そうね、冬とかはだってね、基本的に部屋干しがね、できるやつがいいな。なんかさ、めちゃめちゃ臭い時あるじゃん、たまに部屋干しして。あれなんだろうね、部屋干ししてガンガンに臭い時あるじゃないですか。洗濯板ああ洗濯板はもうさすがにない。ランディは洗濯板は使ったことないかな。え、雑菌って何あれ、などっから来るの、あの雑菌って。え、あの雑菌ってさ、どっから来るんですか。あの雑菌ってマジどっから来るの、すごい、とてつもない謎。たまにガンガンに臭い時あるよね。あれって何なんですか。
洗濯板っても売ってるのか。あ、そう、部屋干し臭、部屋干し臭した時あれマジくっさいよね。しかもさ、あの菌一回ついたらさ、なかなか取れなくない？何回か洗濯しても。あの菌マジ謎だよな。部屋干し用の洗剤？でも私も結構部屋干し用の洗剤だな、使うとしたらアリエールとかだから、臭くなんないやつ。ですかね。日干しね、日干しがいいよね。日干しがいいけど、私の、もう何回も言ってるからですけど、私の家マジで日当たりが尋常じゃないほど悪いので、なんかもう日干しとかの話じゃないんですけど、なんかさ、せっかくさ、せっかくベランダあるのにさ、なんか日当たり悪すぎて洗濯物干しても全く意味ない。マジで意味ない、本当に。意味なさすぎる。なんかさ、日当たりいい時と、あ、日当たり、なんていうの、日当たりがよ悪くていい、いい時と悪い時があるんだよね。だから私基本的に暗いところ好きだから、なんか嬉しいんですよ、昼間とか真っ暗になるから、休みの日の昼間とか真っ暗で過ごせるからいいんだけど、逆になんか日光を浴びたいって時とかがたまにあったりするの。こんな私でも一応たまにあったりするんですけど、そういう時にすごく不便ですよね、日当たり悪いと、はあ、太陽見えないなみたいな。ちょっとなっちゃいますよね。そうだからね、どっちも利点があるんですけどね、ちゃんと日当たり悪い。めっちゃ暗いよ、昼間でも私の部屋超暗いよ。だから電気つけないと本当に暗い、ガチで暗い。だからリラの家に来たら分かると思うけど、あ、ランディが言ってるこの日当たりが悪いってこういうことかってなるよ絶対。
夏？夏は涼しいの？夏どうだったかな？涼しかったかな？あんま記憶ないな。部屋見たら納得すると思うよ。どんだけここが日当たり悪いか。まあ好きだけどね、日当たり悪いところも含めて。この家がもう引っ越ししたい。でも好きなんだけど、この家引っ越ししたい。最近ずっとスーモばっか見てる。引っ越ししたすぎて。なんで引っ越ししたいかっていうと、なんで引っ越ししたいんだろう。駅から10分も歩きたくない。10分もかかんないけど、駅近に住みたい。贅沢だね。ただの、いやでも絶対理由があるはずなんだよな。あ、なんかそう、家賃がなんか月によって変わるんですよ、この家。それがすごいね、なんか、あ、来月はいくらなんだろうってヒヤヒヤするのが嫌だから引っ越したいっていう理由もありますね。そう、毎月変わるの、家賃が。なんか管理費が毎月変わるんだよね。家賃というか管理費が毎月 いくらか分かんないから、だから嫌なの、すごい。最近管理費また上がったし、また上がったしじゃなくて上がったし、光熱費含まない。そう、とにかくこう、あの管理費がね厄介なんです、この家。草むしりないよ。そうなの、よくわかんなくていいんですけど。全然管理費が変わるんですよ。だから引っ越したいね。あと Wi-Fi がない。結局 Wi-Fi を自分で契約してるっていう、親に言われた。もっとその家賃で、その家賃でその間取りならもっといいとこあるよって言われたから、そうだよねと思って引っ越ししたいんですけど、なんかこの家が結構好きすぎて、私的には。ランリー的には好きなの、この間取りがね。ないね、ない、いいとこ、正直。その私が引っ越したいエリアがあるんですけど、そのエリアにはあのない、いいとこが。そのなんだろう、クローゼット問題なんですよね、結局。私はあのアホみたいにクローゼットがでかいんですよ、この家。アホみたいにクローゼットでかいから、そのクローゼット基準で今探してるんですけど、間取りっていうよりかは、その今のところ
を上回るあれがない。クローゼットがなかなかない。っていうか。感じか、やっぱり維持したいですよね。だからすごい難しいね。まあ周りの環境は好きですよ。ここ環境は好きだけど、し好きなんだけど、うーんって感じ。そう、もうオートロックなしなんて住めないよ。とてもじゃないけど、とてもじゃないけど、とても住めないとか。あとあれですね、友達の家に近いところがいいね、住むならね。何かあった時に、何かあった時のために、友達とお家近い方がいいじゃん。まだしないけどね、まだ引っ越しはしないけど、まあ半年後ぐらいにしてるんじゃないんですかね。今の段階ではまだしないけどね。半年後のために今から探してるっていう、どこに どの辺がいいかなみたいな感じで。まあ、欲を言えば東京タワーの近くに住みたいんですけど、家賃がアホなんで、あそこら辺港区っていう響きも嫌だし、アパートでもいいよ別に、セキュリティがしっかりしてれば、もあと木造じゃなければ全然アパートでもいいよ。セキュリティちゃんとしっかりしててさ、綺麗なアパートってあるじゃないですか。アパートでも全然いい。あるよ、でも タワマンに住みたいとかはまだ思ったことないです。普通に普通の家に住みたい、一軒家に住みたい。ランリー
家に住みたい。私一軒家買いたい。一軒家って、まあ、東京に一軒家いらないな。一軒家欲しいな。1億ぐらいあれば一軒家って買えるんかな。なんかローンは組み見たくないです。ローン組みたくなくないですか？わかんないです。すみません。適当じゃないけど、わかんない。ローン組んでる方がいっぱいいる中で。ちょっとこの発言はどうかと自分でも今思ったんですけど、私はローンを組みたくない。なんかローンって借金と一緒だよって誰かに言われたんで、それを聞いた時に響きがいいだけで借金かって思って、嫌だなって思ってたから、ローンは組みたくないね。ローンが悪いわけではなくて、やり方次第は。そうなんだ。大変そう。私さ、結婚願望はそんなまだないけどさ、なんか玉残しするつもりはない。いう話前もした気がするんですけど、私は一生なんか働いてたい人間だから、なんか金持ちの旦那と結婚したいとか玉の腰になりたい人って死ぬほどいると思うんですけど、私は1ミリもない、そういう願望が。なんかむしろなんか自分で働いて自分で買った方がかっこいいって思うタイプだから、思う。タイプだから、
から分かんないもないですけど、だからもし子供が生まれますってなった時に、もうちゃんとその資金を、もう困らない分の資金が調達できるくらいの財力を自分で持っていたいっていうだけです。男に頼りたくない。自分で何とかする私は。自分のことは自分で何とか。結婚相手が金持ちでもランディが働いてもいいよって男は、逆に結婚して主婦になってくださいって言われた方が嫌だ。なんで私は主婦にならないといけないのって言うと思う。なんで私はやりたいことを やりたいことをやらせてもらえないのってなると思う。めんどくさ。私だって働いてもいいじゃんってなると思う。でこのもう分かんない、そんな人別に選ばないと思うけど、結婚する条件が主婦になることだったら絶対そんな人とは結婚しないです。言い切ったな自分。絶対結婚しないと思う、そんな人とは。とにかく何だろう、主婦になれなさいとか言われても、どんなに好きな人でもちょっと考えると思うかも。一生働いてはいたいですね。一生働き者であり続けたい。だったらなんないよ、多分なんないと思うよ。なんない、絶対ならない。あのなんていうの、私の性格的にならないと思う。わかんないけど、どうなんだろうね。山田って23だっけ。23か。どうだろうね。でもね、意外と私の友達ももう子供3歳とかの子いるからな。どうなんですかね。17、でも3歳くらいだと思う今。
私結構高校じゃないね、中学の同級生とかも妊娠して赤ちゃんいる子とかもいますからね。結婚してる人もいるし、二十歳だよ、やばくない？なんかそう考えると自分って何なんだろうじゃないけどって今感じるよね。ちょっと私はないな、そういう結婚願望とか。わかんない、それで1年後結婚してたらマジでおもろいけど。でもないと思いますけどね。授かり婚、そうね、まあでもね、田舎って結婚早いって言いますよね。まあいいと思うよ、人の人生一度きりしかないんだから、やりたいことやっても好きなら全然いいと私は思うタイプです。だからね、私はまあ遊びたい欲があんまないからあれですけど。にゃー落ちた。まあ本当にだからその人が幸せなら何でもいいと思う。私もう幸せになってくれって感じ。やばい、7時だ、そろそろ終わらなきゃです。ということで、もうちょっとこの話題についてもうちょっと話してたかったけど終わります。13位バンコランさん、ありがとうございます。そして12位がさまよい人さん、ありがとうございます。で11位がろくでなしさん、ありがとうございます。そして11位がグアポさん、アットマーク群マニア、ありがとうございます。そして9位がハッシーさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして8位が 662BPM さん、ありがとうございます。そして7位がチョロさん、ありがとうございます。そして6位がラピスさん、ありがとうございます。そして5位がホレスト系男子さん、ありがとうございます。で4位がトリアジさん、ありがとうございます。そして3位がガラパゴスさん、ありがとうございます。そして2位がツインピーマンさん、ありがとうございます。そして1位がアイスカフェさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございました。でも本当に幸せはもうね、人それぞれです。本当にその人自身が幸せだったら、もうなんか何でもいいと思います正味。ということでね、皆さん今日も見てくれてありがとうございました。また明日もラジオしますので聞いてください。そして審査員特別賞も本当に本当にありがとうございました。最終審査まだ先なんですけど頑張ります。ということでこの辺でさよなら、ランディー、バイビー。